着いたわね。さて、さっさとやっちまおう。上川君、飢えた獣どもよ、存分に暴れよ。もう、どこに行ったのあいつ。神社にも戻ってないんですよね。これは何かあったんじゃ。今度は何よ。人里の方ですかね。なんだろこの鍵。やめて、痛い。やめなさい。みんなあっちよ、避難して。マスターストラク。アリス、無事か。大丈夫。いやー、来ないで。今度はあっちかよ。なんなのよ、こいつら。今のうちよ、早く。ありがとう。邪魔よ。避難はあらかた終わったわ。よし、ならあとは。マリサ、後ろに誰かいる。マリサ、大丈夫。あ、あのね。一発では楽になったのによ。あなたは誰？ってなるかよ。だろうな。仕方ねえ。二人まとめて相手してやる。何？気をつけろ。前話した空間転移だ。遊び相手くらいにはなってくれるんだろうな。もう一体何なの？え、何あれ？以前聞いた化け物ね。あの門みたいなのが。化け物、ここはやらせないわよ。アウトしない？引き出します。助かります。それと、あれは何かご存知ですか？あれは、煉獄の芸者。なんでここに？煉獄の化け物。まさか、先にあいつらを。はい。どのくらい倒したんだか。で、お前。なんだ。これ以上戦ったら。言いたいことはわかってる。だが、今は許してくれ。この世界では、やらなきゃやられる。そうだけど、今の霊は、俺たちでも怖いと思うよ。自分の感情に怖いって言われるのは、なんか変な感じだな。外の気配、どっかでさっきの門が開いてんのかもな。すぐに行くぞ。この世界、お前には危険すぎる。ああ、そうだな。さっさと帰って、霊夢さんのご飯が食べたいわ。はい。くたばれ、絶景。ダメ。だ。ごめん。これはなかなか使わないんだぜ。一徳が殺さない。どうせ破滅しての誰死ぬからな。さて、残りのゴミどもを片付けるか。何よこれ。化け物の死骸ばっかり。何が起きたんでしょう。あれって。マリサさんにアリスさん。ああ。マリサ、何があったの？デモリッシャー。が。ごめん。勝てなかった。無理して喋らないで。く。
永遠帝まで間に合うかしら。ダメ。だ。永遠帝には、行くな、敵が。また、向かって。そんな。さなえ、二人の簡易的な処置はできる。え。まさか霊夢さん。え、もう行った。案外耐えるのね、アリナ。霊戦さん大丈夫ですか。大丈夫。くそ、やるしかないのか。あら、あれは使わせないわよ。気づいているでしょ。な、か、体が。いうことを、あなたにも見せてなかったものね。知らないのも無理はないわ。そんな、エリス、こんなゲートが。どう、勝手に体が動く感覚は。最悪だ。こんなのどうやって。さてと、手にしてからさほど経ってないけど、終わらせましょうかね。まだ。後ろのウサギちゃんはまだ元気みたいね。そうだ。ま、エリス何を。楽だもん。あなた強いし。いやだ、霊戦さん逃げて。いや、ここ私の空間よ。逃げるの無理よ。こうなったら。ま、何を。次回予告ですね。ジュリアに金は蓋をれてしまったマリサさんとアリスさん、そしてリスに操られ、体を動かせないアリナさん、そのアリナさんが取った行動とは、そして、戦いに身を置くレイさんは、無事に戻ってこれるのか。今回かなり戦闘を詰め込んでますね。うつむし、そうだね。していたのですか。ここでは進んでるよ。正直あれなんだよね。ジュリアとエリスの戦闘、なかなか迫力が出なくて。でも今後もっとすごいんでしょ。その予定だよ。肝心の役がいないからね。さて、そろそろ締めますか。次回もどうかゆっくり。